事故で記憶をなくした彼に訪れた運命の出会い。これがうちの実家の犬、図書館で拾ったからブック。バイクで帰ってあげたらブック喜ぶと思うよ。突然だけどさ、結婚してほしい。うん。1年お試し期間ってこと。お嫁に来ました。健やかになる時も辞める時も頑張ります。確かにあなたとよしみは付き合ってた。誰もそんなこと言ってくれなかったじゃん。僕らはいつでも答えを探した。藤井君に言ったら絶好だからって。いいでしょ、どうせ死ぬんだから。藤井君の記憶の中にどれだけ芳美がいるだろうか。もう娘のことは忘れてください。何もなかったことにはできません。失われた記憶が蘇るとき、切ない愛の真実が溢れ出す。藤井君、こんな私を二度も愛してくれてありがとう。100回泣くこと。